アボガドロの法則、アボガドロの法則、アボガドロの法則、英語、アボガドロ、エスローとは、同一圧力、同一温度、同一体積のすべての種類の気体には同じ数の分子が含まれるという法則である。1811年に、アメデオ・アボガドロが、ゲイイコール・ルサックの気体反応の法則と、ジョン・ドルトンの原子説の矛盾を説明するために、仮説として提案した。 少し遅れて1813年にアンドレイコール、マリアンペールも独立に同様の仮説を提案したことから、アボガドロ・アンペールの法則とも言う。また特に分子という概念を提案した点に着目して、分子説とも呼ぶ。元素、原子、分子の三つの概念を区別し、またそれらに対応する化学統領、原子量、分子量の違いを区別する上で鍵となる仮説である。 アボガドロの仮説は提案後半世紀近くの間、一部の科学者以外にはほとんど忘れ去られていた。そのため、科学統領と原子量、分子量の区別が曖昧になり、科学者によって用いる原子量の値が異なるという事態に陥っていた。1860年のにおいて、スタニズラオカニッツァーロによりアボガドロの仮説についての解説が行われ、 これを聞いた多くの科学者が仮説を受け入れ原子量についての混乱は徐々に解消されていた。その後、問題になったのは、アボガドロの提案した分子という存在が実在するか、どうかであった。分子の実在を主張する側からは、機体分子運動論が提案され、機体の状態方程式などが説明されるに至った。しかし一方で、実証主義の立場から、 未だ観測できていない分子はあくまで理論の説明に都合の良い仮説と主張する物理学者、科学者も多かった。この問題は最終的には1905年のアルベルト・アインシュタインによるブラウン運動の理論の提案とジャンペランによるその理論の実証により間接的に分子の実在が証明されることによって解決た。現在では 分子の実在が確認されたことから、アボガドロの仮説は、アボガドロの法則と呼ばれており、分子量と同じグラム数の気体が含む分子の数を表す物理定数を彼の名を冠して、アボガドロ定数とんでいる。アボガドロの仮説が提案される原因となったのは、ゲイコール・リュサックの気体反応の法則であった。気体反応の法則があらゆる気体に成立するとすれば、 同一圧力、同一温度、同一体積中の気体には、ある定数の整数倍の粒子が含まれていることになる。例えば水素2リットルと酸素1リットルから水蒸気2リットルが生成し、炭素を酸素1リットルと燃焼させた時には1酸化炭素2リットルが生じる。ジョン・ドルトンは、この実験事実自体を否定したが、 アボガドロやイエンスベルセリウスはこの法則を認めた。アボガドロはこの実験事実を説明するために同一圧力、同一温度、同一体積のすべての気体にはある定数の粒子が含まれているとし、この粒子をマラクル分子と呼んだ。アボガドロは化合により水ができるときには水素分子と酸素分子が二つに分割でき半分個になるとした。 アボガドロはこの半分個が2個より多くの原子からなることも考慮していたが、それまでに知られている気体反応の法則の例からは2個の原子からなると考えれば十分であるとした。1814年にアンペールも同様の仮説を提唱した。しかしその当時は単一種の原子のみが結合して多原子分子を形成するという考えは受け入れがたかったギルバート・ルイスが 共有結合の概念を提唱したのが1916年、その正体が量子化学に基づきはルターハイトラート、フリッツ・ロンドンにより初めて解明されたのは1927年である。ドルトンは重い気体と軽い気体が完全に混合して分離しないのは同じ種類の原子同士に熱素による積力が働いているのが原因であると考えており、同種原子の結合を認めなかった。 また、ベルセリウスは、電気科学的二元論の考え方から、同じ種類の原子には、静電的な積力が働くと考えていた。電気科学的二元論は1840年頃まで、科学の視中的な理論として進奉された。そのため、同種原子からなる分子の考え方が、受け入れられるようになるのは、電気科学的二元論に、ほころびが生じてからのことであった。一方で、 ベルセリウスは、気体反応の法則の辻褄を合わせるために、同一圧力、同一温度、同一体積のすべての単体の気体には、ある定数の粒子が含まれていると限定して考えた。すなわち、水蒸気や一酸化炭素は、単体の気体の半分の粒子しか含んでいないと考えたのである。ベルセリウスはこの考え方をもとに、多くの原子量を決定していった。 しかし、ベルセリウスの考えもそれほど多くの科学者に広まらなかった。そのため、それぞれの科学者が自分の考えに基づいて原子量を決定し、それに基づいて分子式を決める状態が長く続くことになる。ほとんどの科学者には変えり見られなかったアボガドラの説ではあるが、少数の科学者がこれに興味を持ち検証を行おうとしていた。ジャンバティスト・アンドレ・デューマは、 常温で気体でない物質の蒸気密度を測定する方法を開発した。しかし、いくつかの物質では高温で、解離反応が起こってしまい、アボガドロの仮説を否定するような結果も得られてしまった。この問題が解決されるのはずっと後の1865年に、アドルフ・ビュルツにより、気体の解離反応が発見されてからのことである。痴漢反応の発見によって、 電気化学に言論が揺らぎ始めた頃、ジェラールは1839年に、すべての物質が二つの根が接合したものであるという、残余の理論を提唱した。残余の理論を採用すると、ベルセリウスの原子量、分子量決定法に問題があることが分かった。ベルセリウスは、金属 M の酸化物の蘇生式を MO と考えていたため、一家の金属の原子量がすべて真の、 値の2倍になっていた。そしてカルボン酸の分子量を銀塩の素性から決定していたため、カルボン酸の分子量も真の値の2倍になってしまっていた。ここでジェラールは、カルボン酸の塩素置間反応に残余の理論を適用すると、塩化水素の分子量も従来の2倍になってしまうということに気づいた。ジェラールは、金属 M の酸化物の蘇生式は MO であるとすれば一貫性が、 得られ、また、アボガドロの仮説が成立することを示した。しかし、ジェラールはこの分子量の改定には消極的であり、むしろ一貫性を持てない分子量の概念を放棄したいと考えた。この改定の意義を積極的に主張したのは、ジェラールの友人オーギュスト・ローランであった。ローランは残余の理論からの帰結として、水素や酸素、塩素などの単体が、 アボガドロの仮説通りに原子分子であることを主張した。ジェラールやローランの主張はアレクサンダー・ウィリアムソンやアウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマンらによって採用された。しかし、多くの科学者はいまだに自分自身の独自の分子式を使い続けていた。1858年にスタニズ・ラオカ・ニッツァーロはデューロンプティの法則を利用して、 無機化合物の蘇生式が決定できることを示した。そして、アルカリドルイ金属の酸化物の蘇生式が、ジェラールの提唱した MO ではなく、MO であることを示し、正しい原子量を提案した。また、アボガドロの仮説に基づく分子量決定法も合わせて示した。そして、これらの方法を組み合わせることで、すべての元素の原子量を一つの値に決定できる。 ことを示したのである。フリードリヒケクリをはじめとする科学者たちは、分子式や原子量についての見解を統一し、混乱状態を解消するため、1860年にカールスルーエ国際会議を開催した。カニッツァーロは、自身の論文をパンフレットとして参加者に配布した。会議の場では、統一見解は得られなかったものの、多くの科学者に、 アボガドロの仮説の重要性が認識され、原子量や分子式の混乱は徐々に解消に向かった。こうして正しい原子量が用いられるようになったことが、周期率の発見につながった。アボガドロの仮説は認められたものの、そこに現れる分子というものが、本当に粒子として実在するのか、それとも単に説明に、都合の良い概念に過ぎないのかは、不明なままであった。これは、 原子の実在性と合わせて19世紀末から20世紀初頭にかけての物理と科学における大きな論争となった。分子を物理学の法則に従う粒子として扱った研究はアボガドロの仮説が認められるよりも早い時期から存在した。ルネ,ネ・デカルトやアイザック・ニュートンは万物が粒子からなるというの立場をとり、あらゆる物理的な性質を 粒子の運動から説明しようと考えていた。1727年には、レオンハルト・オイラーが、機体の状態方程式を期待粒子の運動から求める試みを行っていた。しかしまだ粒子の速度分布などが考慮に入っておらず、この試みは失敗する。当時の未成熟な物理の理論を科学に適用することは成功せず、そのような試みは、その後一世紀近くの間、 下火となる。1843年には、エネルギー金分の定理を提案し、圧力と気体の分子の平均速度の関係式や、温度が分子の平均速度の事情に比例することを導出している。しかし、この論文は1891年に、レイリーが発見するまで渦漏れていた。圧力と平均速度の関係は百五十三年に、ウィリアム・トムソンによって、 エネルギーの金分の定理は1859年にジェームズ・クラーク・マクスウェルによってそれぞれ独立に提案されることになる。クラウジウスは1857年から翌年にかけて気体分子をある形を持った粒子として扱い、回転運動などを考慮した比熱理論を発表した。1859年にマクスウェルは気体分子の速度分布則やエネルギー金分の定理、 などを含む理論を提唱し、状態方程式を導出した。1865年に、この結果をもとに、ヨハンロシュミットは1センチメートルあたりの分子数である、ロシュミット数を求めることに成功した。このような成果はあったものの、多くの科学者が原子や分子の実在に会議的な立場を取るようになる。これには、熱力学の確率が大きく影響している。 1842年にはユリウス・ロベルト・フォンマイヤーがエネルギー保存則を提唱した。1843年にはジェームズ・プレスコット・ジュールの実験により熱がエネルギーの一種であることが確実となり、熱素説が完全に否定された。また1850年にはクラウジウスが熱力学第二法則を提案した。この熱力学第二法則が問題であった。 気体分子運動論はニュートン力学を基礎にしている。ニュートン力学による運動は簡逆であるため気体分子運動論は熱力学の第二法則を説明できないことになってしまった。また分子説には気体の性質以外の分野ではほとんど何も有用な知見を導けていないという限界があった。一方で熱力学は気体の性質以外に溶液や 化学反応にも適用でき、多くの有用な知見を導いていた。そこで熱の本性がエネルギーであったのと同様に、原子や分子も本性はエネルギーであると考える科学者たちが多くなった。このエネルギー論の立場を取ったのは、ビルヘルム・オストバルトやエルンスト・マッハラである。一方、ルート・ビッヒ・ボルツマンは、原子、分子の存在を主張し、彼らの間で激しい論争となった。 1872年にボルツマンは、ボルツマン方程式と H 定理を提案し、これにより、熱力学の第二法則を説明できるとした。しかし、1876年にロシュミットから、それが、ニュートン力学の可逆性と矛盾しているのでは、ないかという批判を受ける。ボルツマンはそれを受けて、1877年に、エントロピーと確率の関係であるボルツマンの原理を示し、 H 定理に反するのは確率的にあり得ないようなわずかな場合に限ると主張した。また1896年にエルンスト・ゼルメロはボルツマンの考えた経緯ではアンリポ・アンカレの再帰定理により有限時間の地に同じ状態が再現されるため H 定理は成り立たないと主張した。これに対しボルツマンは再帰に要する時間は 非現実的な長さの時間であり考慮する必要はないと主張した。しかし、これらの反論もストバルトやマッハを納得させるには、至らず、ボルツマンは1906年に自殺してしまう。1900年には、マックス・プランクが国体放射の放射公式を発表した。この式の中には、ボルツマン定数が含まれているため、国体放射から間接的に、 アボガドロ定数を検証できる。このことは1905年にアルベルト・アインシュタインによって指摘された。最終的に原子と分子の実在性について決着をつけたのはアインシュタインとジャン・ペランであった。アインシュタインは1905年にコロイドの濃度と年性率の変化についての論文を博士論文として提出した。またさらにブラウン運動を コロイド粒子に分子が多数ランダムに衝突することによる揺らぎの過程として記述する理論を提唱した。これらの理論により液体の性質からアボガドロ定数を算出する方法が新たに導かれた。1908年にペランはこの新しい理論を詳細に検証しアボガドロ定数を測定する実験を行った。それらの結果は 従来の求められていた値とほぼ同じものであった。こうして、やっと実際に分子が実在することが、オストバルトラにも認められ、アボガドロの仮説は、法則として認められることになったのである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。